たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。こんにちは。メモリーミュージックのナビゲーターを務めます、さやかです。今回は子ども向け音楽を紹介します。はじめにご紹介する音楽は、愉快な牧場。現代では、オールドマクドナルド・ファットア・ファーム。マクドナルドおじいさんが農場で飼っているさまざまな動物の鳴き声が登場する子どもの歌です。日本では、愉快な牧場として知られており、歌詞の内容は大体同じようですが、鳴き声は日本語に合わせてあるため、英語の勉強のためには、ぜひとも英語のままで歌いたいところです。それでは、英語バージョンでお聴きください。次にご紹介する音楽は Skip to my Lou。 Skip to my Lou は人気のある子供の歌です。ハエがバターミルクの中に入ったり、猫がクリーム壺の中に入ったりと、ドタバタなシチュエーションが軽快なリズムによくマッチしているコミカルな音楽です。アメリカ民謡とされていますが、そのルーツ等はあまり明らかではありません。それではお聞きください。Skip to my Lou, my darling. Lou, Lou, skip to my Lou, Lou, Lou,
小部屋。これからの時間は、愛知県三好市で読み聞かせボランティア活動をしていらっしゃいますお話し会いいじゃんの久野さんをゲストに迎え、お話をお伺いしたいと思います。こんにちは、久野さん。こんにちは、お話し会いいじゃんの久野です。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、お話し会いいじゃんについてご紹介をお願いします。はい、私たちお話し会いいじゃんは愛知県三好市にある図書館サンライブと言われているんですけども、そちらの方で活動しております。活動日は毎月第1水曜日第4日曜日になっております。第1水曜日の方は未就園児を対象にしておりまして、小さい子のお話し会というふうに言われているんですけども、0歳から3歳までを対象としております。日曜日の方は日曜日ということもありまして、小学生のお子さんまでを対象として読み聞かせをしております。いろんな年齢のお子さんに読み聞かせしていらっしゃるんですね。あ、そうです。1995年から活動されているいいじゃんさんですが、久野さんが活動を始められたきっかけは何ですか？はい、私は4年前、2014年ですね、2014年からいいじゃんの方で活動しているんですけれども、その2年前、2012年ですね、その時にね、長い間勤めていた職場を退職したんです。で、その時に在職中ね、いろんなことがしたくてしょうがなかったんですけども、仕事がありましてなかなかできずにいたんです。それで退職してからいろんな講座を受けまして、で、その中に一つに絵本の読み聞かせ講座っていうのがあったんです。で、何かしてみたいなっていうのがあって、で、その講座を受けて、とってもいい講座で、ぜひ私もどこかで活動してみたいっていう思いがあって、で、いいじゃんにね、入れていただいたんです。そうだったんですね。はい、それでは今どういった活動をされていますか？はい、私は第1水曜日10時半からの小さい子のお話し会というのに参加しておりまして、0歳から3歳までのお子さんに絵本を読んでいます。読まれるのは絵本だけですか？そうですね、絵本とあと紙芝居なんかもね、やっております。そうなんですね。はい、はい、それからですね、どうしても小さいお子さんですので30分の間なんですけれども、なかなかね、集中していただけないんですよ。それで最近は手遊び、それからわらべ歌なんかを歌って、お子さんたちにね、楽しんでいただけるような活動をね、取り入れております。現在の活動をお聞きしましたが、今後はどのように展開していきたいと考えていらっしゃいますか？そうですね、やっぱりね、活動し始めて思ったことなんですけども、最初は自分のね、読むことだけで精一杯でね、周りのことがやっぱり見えてなかったと思うんですよ。で、最近ちょっとね、落ち着いてきまして、いろんなことを私も考えまして、まず第一番目には、小さいお子さんに楽しんでいただきたいっていう思いがいっぱいありましてね。で、私も小さい子たちが一生懸命ね、こちらの方を見て、絵本を見ている姿とか、キラキラした目でね、にこやかにしていただいてるとね、すごくね、嬉しいなって思うんですよ。そういうことを思うと、私がね、どのように子どもたちのところへ行って読んだけたらいいのかなっていうこともすごく考えるようになりまして、勉強していかなきゃいけないなっていうのをすごく感じるんですよ。すごく熱心に活動されていますね。そうですね。それから最近なんですけども、お母様とお子さんとのこうペアで来られる方もありますし、お父さんもね、参加されることがあるんですよ。で、お父さんだけではなくって、おばあちゃんもね、参加してくださってるんですよ。それを思うと、来ていただいたお父さん、お母さん、おばあちゃんなんかにもね、ぜひね、私たちのこうお話し会に参加していただいて、来てよかったなっていうふうにね、思っていただきたいなって思うんですよ。そうですね、
皆さんに楽しんでもらえる場になるといいですね。そうですね。絵本の読み聞かせなんですけども、私が考えるに、絵本ってお母さんのね膝の上、お父さんの膝の上でお子さんがね読んでもらうのが本当は一番お子さんにとってはいいと思うんですよ。でも、ね、この遠くまでお父さんお母さんに連れられて足を運んでいただいて、ここでそういった膝の上に乗せるんじゃないような場のところでお子さんにお話を聞いてもらうっていうことはね、やっぱり何かね意味があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、まあどうなんでしょうね。お子さん方にとってそういう膝の上じゃなくて楽しんでいただくっていうために、私たちはどうすればそういう温かい雰囲気を作れるのかなっていうふうに思うと、やっぱりメンバーそれぞれのねみんなの心がねこう一人一人がね温かい思いがないと伝わっていかないと思うんですよ。で、最近ね手遊びわらべ歌なんかもすごくね充実してきまして、軍手でねカエルのなんていうんですかねマスコットみたいのを作ったんですよ。で、それ手作りなんですけども、カエル色グリーンですね、グリーンのそういう道具っていうか作りまして、で、それ5本の指の上にカエルの顔がついてるのがあるんですよ。それを両手にはめまして、まあそれ個人個人一人一人作りましたので、みんなでこうパーをしてカエルのこうなんていうんですかね、カエルをこう子供さんに見せながら、先日はカエルの歌の臨唱をしたんですよ。その時にね、私たち歌ってる方も楽しかったんですけども、多分ねお子さんもね楽しかったって思うんですよ。こういうのってやっぱりこういう場所じゃないとできないじゃないですか。図書館っていう一つの空間の中でみんなでお話を聞いて、みんなで笑って、みんなでその空気を感じてっていうのは、やっぱり図書館こういった施設じゃないとできないかなって思うと、もちろん膝の上が一番いいっていうことはわかるんですけれども、そうだけではなくって、こういうみんなで一緒に楽しめるっていう空間をね作ってあげたいなっていうふうにもう先日すごく思ったんですよ。そうなんですね、読み聞かせボランティアをしていらっしゃる方だけではなく、実際に読み聞かせに来られた皆さん、お子さんをはじめお母さんもそうだと思うんですけど、全員が参加して楽しめるお話し会になってるっていう感じですね。そうですね、もう本当に第一はお子さんにっていうふうに思ってたんですけども、やっぱりお子さんに対するこうお父さんお母さんの思いっていうのをね、この場でねみんなで共有していただいて、ご家庭に帰ってね、今日はお話し会楽しかったねとか、そうやって言っていただいたらね、私たちはすごく嬉しいですね。とっても素敵なお話し会ですね。では実際お話し会をされてて、何か課題っていうのはございますか？はい、これは私の課題でもあると思うんですが、やはりまだまだ4年しか経ってないので、いろんなことがね伝わってないんじゃないかなっていうふうには反省っていうか思ってるんですよ。なので、いろんなこうところに私自身がいろんなことを経験して、いろんな方にお話を聞かせていただいて、そして私自身がそういう心の幅っていうんですかね、そういうものを作りたいなっていうのは私自身の課題です。で、もう一つの課題は、まあ私たちメンバーそれぞれね心がなんか寄り添ってピタッとしてきたなっていうのを感じるので、それは本当に続けていきたいんですけれども、人数ですね、今7名くらいでやってるんですけれども、7名でも、水曜日グループ日曜日グループに分かれているので、1回の活動者が、まあ、3、4名、日曜日なんかは出る方が少ないので2、3名でやってる状況なんですよ。そうするとどうしてもこう一般
ぱいいっぱいになってしまうので余裕もないのでね、もう少し人数的に増えればありがたいなって思います。そうですね、ぜひメンバーが増えていくといいですね。はい、たくさん入っていただいて、みんなで温かい思いをね、私たち自身も来てくださる方自身もね、みんなでそういう雰囲気を作っていただきたいなっていうふうに思ってます。ではご興味関心のある方はぜひたおやかインターネットへご連絡ください。今回はお話し会いいちゃんの久野さんをご紹介しました。それでは次回もお楽しみに。